ジュンツーパル・カタルーニャは、スペイン・カタルーニャ州における選挙連合。カタルーニャ州政府のカルラス・プッチダモン元首相を、中心として、2017年12月21日の2017年、カタルーニャ自治州議会選挙のために設立された。カタルーニャのための連合、カタルーニャのための団結を意味する。カタルーニャヨーロッパ民主党、事実上の解散状態にある、カタルーニャ民主集中。 無所属議員で構成されている。CDC の席は型だけのものであり、所属議員はいないため、実質的には、この選挙連合は、プディキャットと無所属議員の集まりである。無所属議員は、市民団体の人物からなるプッチダモンの個人的な、候補者リストのものが含まれる。カタルーニャ共和主義左翼と、人民統一候補が、ンツパル氏の選挙連合を拒否した後、プッチダモンは、 自治州議会選挙に向けて、カタルーニャヨーロッパ民主主義党単独での候補者リストを拒否して、国の候補者リストを提出することを選んだ。投票前の世論調査で、独立賛成派は過半数の議席に及ばないと見られて、いたが、純通パルカタルーニャは34議席を、独立賛成派全体では70議席を獲得し、プッチダモンは、 応名先のベルギーブリュッセルから勝利を宣言した。